今やったら受けなんかもね、まあ確かに試合ではこう使わないけども、ね、試合ではその、あの用途が限られるかもしれない。また構えた状態から組手が始まればね、その構えた状態からっていう制限がつくからあれかもしれない。だけど、例えばさ、こう行き合ってね、おいとこうなって、ポーンとこう来る、ね、こう来る。それをタッとこういったら、これ打ち受けじゃない。よし、よし、だろ。もしくはさ、こうやってこう掴んでくる。でこれをさ、引きながらパンッといったら、これ外受けじゃないか。よし、よし、だろ。よし、よし。そういうだからさ、用途もあるんだから。例えば横からさ、おいってこう肩掴みに来る。それをだよ、こうしてダッと入ったら、今の中継逆にじゃないか。よし、よし、そうでしょ。よし、よし、そういうことをよくこう捉えながらね。よし、よし、自分が結局意識をさ、そこでこう集中してて、これは何のための動作だってこう分からない。ただ、やれって言われてやる。その人の動作にその人の意識が出るんだ。だから下段払いやって、いや下段払いやってついてんだけど、なんでだろうなって言ったら、お前ここで下段受けてもおかしいだろって、相手はここにいるんだからっていう話になるわけ。よし、よし、意識を通して動作をする。分かった。